やあ、感謝します。よし、私の番です。アークス駆動。やあ！はい！先に進みましょう。各種ステータスアップです。やったね。やったわ。成長しちゃいました。レベルアップですね。まあ当然ね。撃破完了です。リーシャたちは者でもまだ終わりじゃないわ。タワーに追いかけるぞ。なあ、フフッ。やあっついに5対面か。偽物のルーファス、びっくり。本当にまんまだね。ああ、エンペラーの時以上に。ようこそ、もう一人の私。いや、今や偽物のルーファス・アルバレアよ。偽物に偽物呼ばわりされるとは、話に聞いた豪炎と同じく哀れにも自覚がないパターンなのかな。自分が作られた存在なのはとうに理解しているとも。だがルーファス・アルバレアは完璧な存在であるべきだ。黄昏における総国に無様にも敗れ、全てを失った者にはふさわしくあるまい。なるほど、そうやって黒の英士たちをそそのかしたわけか。とんだ茶番だな。そう、これは茶番だ。エリュシオンの手のひらの上で組み立てられた脚本に過ぎない。これから君に持ちかけるある提案も含めてね。提案？簡単な話さ。この役割を引き継ぐ気はないかね。今度こそ本物のクロスベル統一国新総統として。はあ、いきなり何を言い出しますの。先ほど講師を偽物呼ばわりしたばかりだが。シリ滅裂、もしかしてバグっちゃった？エリシオンにとっては最初からどちらでも良かったということさ。本物か否かを置いておけば、
我々は寸分たがわず同じだからね。ただ二人は必要ない。どちらか一人は残り、一人は消える。そして選択権はオリジナルである君の方にあるというわけだ。やれやれ、なんとも手厚いお膳立てだ。だがやはり偽物のザレ言だな。この私が機械知性ごときの軍門に下るとでも思っているのかね。なるとも、これは私にとってはこの上ない好機なのだからな。何、未だかつて何者にも成し得なかったゼムリア大陸の統一という大偉業、それをこの手で成すことができた時、私は初めて自らの存在意義を証明できる。世界大戦の先に新たな世界を築こうとした父をようやく超えられる。そうだろう、ルーファス・アルバレア。カッカ。まさか今さら誇りなどを持ち出すつもりもあるまい。待望を果たすためならばあらゆるものを捨てられるのが私という人間だ。家も弟も自分自身すらもね。君がそれを選ぶというなら、私はおとなしくこの舞台を降りよう。いずれにしろ大陸統一はこの手で必ず成し遂げられると確信しているからね。私は君で、君は私なのだから。ルーファス、人間が何なのか私にはまだよくわからない。でも善も悪も羊も生い立ちも、何をしても何をしなくても、何を持っていても何を持っていなくても、その人はその人だよ。理由なんていらないし、誰が認めても誰が認めなくてもそこは変わらない。だってそれが人間でしょ。だからルーファスはルーファスだよ。どうやら返事は決まったようだね。まあ答えは分かりきっているが、ああその通りだ。私は私だ、断じて君とは違う。未だあの幻想要塞以前に立ち止まり続ける君などとはな。何、超える超えないなどという次元の話はとうに終わっているのだよ。父は、彼はただ愛するものを愛し、なすべきことをなしただけなのだから。その程度も未だ理解できずに完璧を自称するとは笑わせる。消えるがいい、偽りの私。忌まわしき我が罪の幻影よ。新たに歩み始めたクロスベルに、この大陸に、そのような存在は必要ない。その顔で父の器を語られるのもそろそろ不愉快になってきたところだしね。ルーファス。全くもって同感だぜ。とっとと片付けるとしようぜ、筆頭殿。おっさんが残していった宿題をよ。各家の子供たちとしての最後の、そして未来へと進んでいくための。ミリアムちゃんとセドリック殿下がこの場にいないのは少し残念ですが。まあ古株たる我らの役目ではあるだろう。私たちも忘れちゃいや。雇い主と同じ顔っていうのはちょっとやりにくい気もするが。むしろ存分に全力を出せるというものですわ。やれやれ、またとない好機をみすみす手放すとはな。やはり君は
もはやルーファス・アルバレアではない。ならば今こそ私がオリジナルとなろう。大陸統一という大望を果たし、人々を導く時代の指導者として。今こそ私が真のルーファス・アルバレアとなろう。さて、お遊びはこれまで。行くとしよう。目標を制圧します。ミラーデバイスセットオン。ありがとうございます。いいわよ。